Down, quanh quanh đau quanh quanh đau quanh 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 đau quanh 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 ははいこんにちはシンガです、えー、今回はですね <laughs> あのツイッターの方に、えー、DM で質問が来たのでその質問がね多分おそらくみんなが悩むことなんじゃないかなと思って。 えー、急遽動画を撮ろうかなと。で、その質問が何かっていうと、えー、録音するときに自分の曲の音量が小さすぎると。いやーね、わかりますね、その気持ち。僕も、えー、昔はよくそれで悩んだ時期はありましたよね。やっぱりその、<coughs> 特にね、えー、録音機器がデジタルになってからピークを超えるともう本当不快でしかないじゃないですか、ノイズが。なので、えー、デジタルになってからというものもう、1ミリたりともピークを超えてはいけないっていう録音で、になりましたよね。なんで、えー、それで録音しようとするとね、やっぱり、まあ、 音量全体の音量を下げざるを得ないくなってくるんですよね。えー、ただ、あのー、今ではね正直その <laughs> ミックスダウンで、えー、僕はあのさあ曲を自分の曲を作るぞっていう時はあのー、基本的に、えー、最終的にはパソコンでねオゾン9 っていうのを使って今は使ってるんですけどもえー、ほとんどねその音量が上が上るっていいうことはないんですよなんでかっていうと大体もうその曲を作ってる時にえー、音圧を稼ぐようなことをしてるからなんですよね。でそれは何かっていうと、えー 正直今、コンプレッサーだとか、えー、マキシマイザー、エキサイタ、ー、リミッター、えー、そこら辺の機材は僕は一切使ってなくて、使ってるのはもちろんこの、えー、アナログミキサー1個なんですよ。で、<laughs> そういう人多いと思います。だってコンプとか高いですもん。えー、昔はね、僕持ってたんですけども、えー いくつかね、マキシマイザーとかグライコとかもね、今もあるんですけど、あの、ぶっちゃけめんどくさい。配線とかもめんどくさいし、もう、えー、タコ配線も大変なことになるんで使ってないっていうだけの話で、ただ、えー、こういった3バンド EQ のついてるミキサーなら、ある程度のことはできるよっていう話を今回しようと思います。で、もちろん、えー、これはね、ハードオンリー。 で、やってる人のための動画になりますんで、えー、パソコン使ってね、DTM してる人にとってはほとんど意味のない動画にはなってしまうかなと思います。で、えー、今回、冒頭に流したように、えー、ここ最近僕が買い集めた、ヴィンテージシンセ系ですよね、の冒頭のトラックを流しました。で、<laughs> ここら辺のね、ヴィンテージ申請、 えー、系のやつってすごくよくできてて特にベリンガーさんの RD8 なんてねもう低音ブンブン祭りでまあすごいですよなんでぶっちゃけこいつ1台鳴らしただけでね余裕でピーク超えます <laughs> そこで、えー、もうあるものは活用しようということで 3&EQ の出番なんですけど これね、今見てもらうと、まあ、こう、ドラム303、サウ,ンえー、サウンドじゃない、10の SH、JX とか書いてあるんですが、それぞれの 3&EQ の値が、ほら、極端に、ね、低音がカットされてると思うんですけども、<laughs> 要はそれだけ、 自分が作ってる曲に対して無駄な低音が出すぎてるんでそれをカットしてるんですよで、えー、なかなかねテクノ系とかの曲を作ってると低音ってカットしたくないですよねただこれねカットしないでクラブとかで鳴らしてみてくださいおそらくクラブのスピーカーをぶっ壊します っていうぐらいあのー、まあ音圧が出過ぎてるんですよねもともと。でそれらの低音とかをカットせずに、えー、録音すればそりゃ一瞬でピークは超えますから、えー、それぞれをギュッと絞って、えー、その他の音域を まあ聞こええやすくすくるっていう考え方ですよねで、えー、僕は専門家ではないので合ってるかどうかは分かんないですけど EQ 自体はその <coughs> 増幅させるために使うものではないと思ってるんですよ余分なところをカットするものだと思ってるんですねなので、えー、ほとんどそのプラス方向にはいじりませんただえー アナログ申請だとか、録音する環境、録音して何に使うか例えば SNS とか、ツイッターとかだと、もうね、録音した時点で <laughs> あ、ツイッターに上げた時点で、かなりね、えー、劣化するんですごくね、ハイが足りなくなったりするんですよ。なんで、それを見越して、ハ、え、イ、ー、をね、上げてたりもします。 ただそういう時がほとんど右側にこの EQ をいじるっていうことは僕はしないですねどっちかっていうのはもう削る方向例えば今流れてるたこのジュノーの音この音この音に 低音が必要かどうかって話になってくるんですよ今低音マックスっていうか、えー、低位置に戻しましたけどほぼほぼ変わんないですよねイメージ的に。なんで、えー、ここで出てる低音は僕の中では無駄なんですね。 なので、もう、えー、バッサリカット。<laughs> っていう考え方ですね。なので、いかに今使ってる機材の余分な音域が、えー、邪魔をしてるかっていうのを考えて、えー、いらない部分はバッサリカット。もちろんハイもミッドもそうなんですけど、ミッドが出過ぎてるなと思ったらもうバッサリカット。で、 えー、一度ねもうできる限り一番もう最大カットした上で戻していきながら調節するといいと思います <laughs> でつなげてるそれぞれの機材の無駄なところをそぎ落としていくと全体的にボリュームを上げることができますでリズムマシンに関してなんですけども <laughs> 例えば 機材の中でできることは極力します。例えばこの RD8 のキックでしたら、もうこのウェーブデザイナーっていう素晴らしいものがついてるんで、その鮮度をキックだけに合わせて、えー、もうアタックとリリースをもう僕の場合最大にしちゃいます。えっ、ー、と。 ね、これだけでキックの音が前に出てきてくれるんでたまにこのフィルターでこう低音をね調節したりとかっていうように本体である程度音作りができるやつは、えー、本体で。 やるっていうのも大切かなと思います例えばジュだったら、えー、ハイパスフィルター え今ローをねバッサリミキサーの方でカットしてるんであまり変わんないんですけど <laughs> このハイパスフィルターを使ってね余分なローを削ったりっていうのもこの機材の中でできたりするんで音作りの際にねえ今自分が作ってる曲にのイメージを壊さない程度にえそういったところを調節するっていうのもありかなと思います。っていうまあ ちょっとしたことの積み重ねで、えー、かなりねその全体的な曲の音圧を稼ぐっていうことはできますんでまあちょっとでもね参考になったらいいなと思います。えー、自分が思ってるよりも全ての機材から <laughs>、えー、特に低音余分な、えー、周波数帯っていうのはかなり出てますんであのー、そのね 人間の耳に聞こえてんのか聞こえてないのかよくわかんない周波数帯っていうところであとは聞こえても聞こえなくてもその曲の良し悪しには関係ないっていう部分ですよねっていうのをあのー、バッサリカットするっていうことを、まあ、気持ち頭に入れておくと、えー、それをねずっと繰り返して曲作ってるとだん,だん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 もうどん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 音圧が。 上がっていきますえー、まあオゾン8とか使っている人は分かると思うんですけどあのえー、極端にねちっちゃい音で曲作ったやつぶち込むとドバーンと音が上がったりするんですがまあ頑張ってねその自分でその録音する前にねこういった形で調節して録音するとあの ほとんどね変わんなかったりするんですよなんでまあ目指すはそこら辺ですよねただ機材的にね正直コンプレッサーもなければ何もねない状態でやってるんであのー、完璧を目指すのは無理だと思うんですよなのでこの3バンド EQ とか、えー、それぞれの機材が持ってる、えー、機能を駆使して 音圧を上げていくといいと思いますいやほんとね僕エンジニアでも何でもない単なる <laughs> えー、音楽歴だけは無駄に長いおじさんなんでえー、個人の感覚で言ってますんでねあのー、まあこれを真似するも真似しないのも あなた次第というところで。ではまた。